2021年スポーツ界の裏話を一挙放出、その瞬間、えと耳を疑ったゴルフ記者は多かった。11月末の渡米直前になって、渋野ひな子23が、旧シリーズ最終予選会に失敗した時のカブツアー挑戦について、マネージャーさんや家族と話し合って決めていけばいいなと。 思っていいると言い出したからだ9月には最終予選会でこけてもカブツアーは選択肢にあるネガティブな思いはないと下部であっても米国で戦う意思を宣言しておりたった2ヶ月で180度方針を転換したのだ9シリーズは20位タに終わり米女子ツアーカードを取得 下部参戦の必要はなくなくったが、突然の心変わりはなぜとツアー関係者の間ではいまだに謎だそもそも9月に下部ツアー挑戦の思いを語ったのも石川遼の米男子下部ツアー挑戦についてコメントを求められた後に出たものです尊敬する石川が下部ツアーから PGA ツアーに早がるのなら 私も続くという気持ちが強かったはずです。ところが石川はカブツアーキューティーに失敗それならという理由でトーンダウンしたようですツアー関係者そんな中にわかにもしや両と渋子はできてるんじゃないかとの噂が広まった折しもテレビ東京アナウンサー氏との破局が発覚したことも 拍車をかけたようで、オフのテレビマッチで親しげに話す2人の雰囲気が、恋人のようだったからでしょう。ゴルフに関しても、石川のアドバイスを受け入れて、スイングを大胆に改造した。渋子の石川への進歩ぶりが、あまりにもすごかったので、2人はできているという噂が、一人歩きした。 写真師も2人を追いかけたようですが、空振りに終わったみたい。とはいえ、石川は既婚者ですしまさかとは思いますけどね、ゴルフ記者、果たして真偽のほどは、渋野ひな子原襟から豪華7ショット実現トンネルズ特番で撮った集合写真が公開、トンネルズのスポーツ王は俺だ。 の写真を小祝いが、公開女子ゴルフの小祝さくらニトリが自身のインスタグラムを更新1月2日放送のテレビ朝日系夢対決2022トンネルズのスポーツ王は俺だ5時間スペシャルに出演することを報告した渋野日向子サントリー原恵理香日本ツ運ンら豪華7人での集合写真も 公開している。今年の正月も、豪華メンバーの対決が見られそうだ。渋野日菜子、原、小祝いの黄金世代3人と、今季4章と活躍した21歳、西村優菜が、スカートに長袖トップス姿で並び、握り拳を作っている。後ろに笑顔で映っているのは、 お笑いコンビ、トンネルズの石橋。木梨の二人と、2008年賞金女王の小上穂、青空の下。コースをバックに記念撮影したようだ。実際の写真を、小祝は自身のインスタグラムに公開。正月恒例の特番でゴルフ対決を行った際のもので、 収録中のトーク部分の写真もアップしている。同番組は1月2日の午後6時30分から放送予定。